アラン・ペランは、フランスオートイコール・ソーヌ県、リュール出身のサッカー指導者。創立間もないトロア AC の監督に就任すると6年で、リーグアンにまで導き2001年には、インター・トートカップで、入滑するユナイテッドを破り、UEFA カップに出場。その手腕を買われオリンピックマルセイユの監督になり、クラブを3位に導き翌年チャンピオンズリーグに、 初挑戦するもリーグ戦の成績不振で途中で解雇される。ポーツマスの監督に就任するとフランス人選手を集めるもイングランド人選手との間の亀裂と成績不振で解雇されてしまうが FC 訴訟でフランスカップを勝ち取り再び監督としての評価を上げた。後オリンピックリヨンの監督になるがフローラン・マルダ、エリック・アビダル外籍し、 ジュニーニョ・ペルナンブカーノとシドニーコブの論争が表沙汰になるなど過渡期のクラブにおいてリーグアン7連覇を達成するも UEFA チャンピオンズリーグでの成績と指導方法を理由にシーズン終了をもって解任された。2008年11月ローランル・セイを解任した、A、AS サンティティエンヌ監督に就任する。トッテナムを解雇されたビンワン SD ・ダミアン・コモリと共に チーム再建に取り組む方針だったが、崩壊寸前のチームを立て直すことができず2009年12月15日、成績不振で解任されることとなった。2010年以降は、カタールのクラブで指揮を取っていた。2014年、中国代表監督に就任し、2015年1月、AFC アジアカップではベスト8進出へと導いた。だが、中国代表は、 フィファワールドカップアジア二次予選で、香港に引き分けるなど苦戦が続いたため、2016年1月に解任された。選手経験はなく、もともとは、体育の先生だった。規律を重視し、しばしば選手と揉めることがある。クラブ、ありがとうございます。